ことになっています。さらにですね、建物を屋根を見てみますと、かなり積もってますね。そしてつららなどもできているような状況となっています。今朝ですね、新聞配達の方にお話を伺ったんですが、この地域かなり雪が降るということで、夏の時期は1時間で終わる配達が、今現在冬の時期だと1時間半以上、1.5 倍は時間がかかるとおっしゃっていました。地元の方はですね、今年は雪が降るのが早いと感じているということで、今後さらに雪が降ってくることを予想して早めの対策を考えていると話していました。以上、北海道の幌加内町からお伝えしました。幌加内は氷点下10度を下がってくる。寒い。どうも、ご機嫌です。おはようございます。寒いの、くっそ寒い。今日雨降っててさ、今日は、火曜日ですね。たまたまね、朝8時頃はね、止んだんですよ。なのでその止んでる時にくーちゃんの散歩行ってきて、帰ってきたらまた降ってきてね、今また弱いけどさ、ただめちゃめちゃ寒い。寒いわ。昨日の定休日はね、まあ大体いつもみたいな感じでね、すごい久しぶりにはま寿司行って回転寿司食べたけど美味しかったな。まあ午後からはね、ちょっとね、結構前からやってるんですけど、断捨離ね。まあここに来てね、長いこと経つからさ、2階の住居の方でさ、いらないものがまあいっぱいあるのよね。でそういうのをちょっとね、全部ね、もうこの際だから、この際っていうわけでもないんだけど、もうとにかく邪魔なので、それで使えない部屋が何個かあるんですよ。今ね、ある程度捨ててってさ、使えるようになったんだけどさ、全部そういうので埋まっちゃってたからさ、それをね、昨日はずっとやってましたね。まああと主婦の仕事ね、洗濯してさ、スニーカーもこうやってたわしで磨いてさ、洗ってさ、今干してあるんだけど、雨だから乾かねえや。今日もね、ちょっと後でエルカミちゃんの作業をやっていくんですかね、マフラーの続き。まあ、今日からね、めんどくさいとこに入るんですよ。そういう時ってなんか仕事に入るタイミングが億劫になるよね。まあね、後でちょっと頑張ってやってきます。でその前にやっぱ視聴者の皆さんね、いつも書き込み本当にありがとうございます。嬉しいです。本当に嬉しいです。でまぁ、ちょっとご紹介から今日も行きたいんですけどね、ちょっと読み方がね、なんとなくで申し訳ないんですけど、ちょっと分かんないんですけど、ガークレイジーさんって読むのかな。間違ったらすいませんね。書き込みくれまして、ジョコンダさん、ただのブルメタじゃないですねと、前から気になってたみたいですね。スリーコートパールとかで塗ってあるんですかなんて書いてあるんですけど、まあね、間近で見てくれるとね、ちょっとわかると思うんですけどね。まああと日が当たるところね、まあ今ちょっと埃かぶっちゃってるけどさ、綺麗に磨いてね、日の当たるところで走るとね、まあそれはそれは綺麗な色ですよ。あちこちやれてきちゃってますけどね。まあただのブルメタではないです。まあ書き込みありがとうございます。あと立川さん、おつ人参おつ人参ってまあいいです、ありがとうございます。あとね、ハムハムさん、いつもね書き込みありがとうございます。もうアメシャドリの方はモテてるような感じがしますとか書いてくれたんですけど、まああと皆さんの過去のね、下世話な話もね面白いですって言ってくれてるんですけど、確かにね、アメ車乗ってるとね、モテる人はモテるんですよ。モテる人はモテる。これね、よく言うんだけど、何かっていうとさ、やっぱある程度若くてさ、それなりの格好をしててさ、そこアメ車が似合うようなさ、どんなジャンルでもいいんだけど、それでこうね、アメ車なんか乗ってると、やっぱりあ、かっこいいですねって言ってくれる若いお姉ちゃんはやっぱいると思う。でもそれって同年代だからなんですよ。同年代っていうか年が近いからなんですよね。でね、よく話すんだけどさ、
確かに若い頃はそういうのありましたよ、僕らでもね、皆さんね。でもさ、この年になっちゃうとさ、いつも言うんだけどさ、あー、アメ車すごい、なんだ、おっさんかよ、で終わっちゃうんだよね。そうなのよ、うん。ねえ、なんかどっか駐車場ドロドロドロって入ってってもさ、若いお姉ちゃんが例えばいたとして、あ、すごい車入ってきたって見てくれるんだけど、降りてくんのがオラみたいな汚らしいおっさんだもんさ、なんて。そうすると、ああ、で終わっちゃうのよね。うん、それがもしさ、ねえ、なんていうの、かっこいいさ、若い男の人だったらさ、もしかしたら声かけられるかもしれないね、すごい車ですねとかっつってね。えだからね、僕いつも言うんだけどさ、確かにアメ車乗ってるとモテるかもしれない。でもそれはある程度若くてきつね、なんていうかな、清潔感の漂う方でだったらっていう話ですよね。もうダメダメ、俺らみたいな油切った汚ね中年親父がさ、ねえ、なんつって言ったってね、モテないんですよ、誰も言ってこないんですよ。だからお年寄りがやってくるんですね、うん。まあハムハムさんいつも笑わせます。あと竹尾 SS さんと、まあイーちゃんさんとかもそうなんですけど、ジョコンジャさんの話の続きやっぱ聞きたいですって言ってくれてね、ありがとうございます。そのうちね、そのうち話しますよ、燃えちゃったシーンを。あと CIV さん、年明けにもしかしたらここに遊びに来てくれるかもしれないと。まあね、まだね、コロナとかもね、まあ薬がね、今すごいいいのもいろいろでき始めてるみたいじゃないですか。飲んで治るのやつとかさ。まあでもさ、ニュースとかで昨日も見たけどさ、やっぱ静岡市でも2,000何百人いて2人死亡なんていうのも出てたからさ、やっぱね、コロナはまだまだ収束はしないよね。まあでもね、もし、ね、タイミングがあってね、遊びに来てくれればね、実に嬉しいのでね、もし来ていただけるんだったらお待ちしております。あとあれですね、おそさん、ほら HM さんも言ってますよ、おそさん羨ましいっつってね。これでいろいろちょっと今日昨日書いてくれた、長くいろんな話をね、過去の話を書いてくれたんですけど、まあそれ気になったら皆さん読んでくださいね、書き込みに書いてあるんで。いやー、おそさんあれだね、やっぱまあ自分でも言っちゃってますけどね、そんなにいい男ではないですよっつって、ただ雰囲気がとかね。まあまあやっぱいろんなドラマがありますよね、ありましたよね昔はね、うん。まあおそさんのそのあれね、昨日のその書き込みを増してもらったら、なんかそれだけで2時間ドラマとか作れそうなね話ですね。ね、お会いした時には細かくいろいろ聞こう。あと427さん、やぶひけんさん、電話ボックスってスケスケじゃないですかって、それがいいんじゃないですか。一応雨降ってましたよ。まあ他にもね、変なところでいっぱいやってますよ私。みんなそうだと思うけどさ、だってジンパチなんかさ、427さんも書いてあるけど、スティングレーの中でね、さすがにそのシフトは俺のシフトじゃないとかって言ってたらしいんだけどさ、やっぱほらね、若い時って車の中でさ、お金もないからさ、そういうホテルっていうんですか、とこにもあんまりさ、すごいそれといけないじゃんね、そういう金あんだったらガソリン入れるもんね。でもまあやっぱ車の中が自分の部屋みたいになっちゃうんですけどね。ジンパチなんかあれよ、普通の人のねえ、カッっていうのはさ、車の中じゃない、うん、あいつボンネットの上だからね、うん、俺のカッってボンネットの上だっつって言ってるんでやってたらしいですよ、そういう、うん、彼はね、ちょっと異常ですからね。まああと427さん、くーちゃん、武器検査に似てきましたね。そうなんですか、顔ですかね。くーちゃん可愛いけどね、あそこでまた暴れてる。ダメよ、くーちゃん、それ置いたしちゃね。まああと、あれも書いてくれましたね。静岡は雪とか降るんですかつって、ポメちゃん買ってらっしゃって。静岡はね、まあめったに降らないですよ。年に、ね、まあこういう季節ね、1回とか2回降ればいい方、うん、それもさ、通り雨みたいな雪ね、バーって降って終わっちゃうとかさ、あとなんか風花みたいのがチラチラ舞ってるぐらい、積もるっていうのはないですね。子供の頃にね、1回だけね、小学生ぐらいの時だったかな、なんとなくうっすら積もってたのを無理やりこうやってかき集めてこう投げてた覚えが あるんだけどな、その程度ですね、静岡の場合は。あと EX トワイライトさん、くーちゃん癒されるって書いてくれて、
ありがとうございます。あと、あの自分でも昔マフラー作ったことがあるので大変さわかりますなんて書いてくれてね、うん、まあ、素人作業ですか、素人作業ですがみたいなのが書いてあるけど、いやいやそんなご自分でマフラー作るのは大したもんですよ。あとね、七耳さん、ワンちゃんほらヘルニアになっちゃったって、立てるようになったって書いてあるんですよ。良かったですね、良かったですね、うん、あれなのかな、手術とかしたのかな、どうなんだろうね、ちょっとその辺は分からないですけど、でもね回復したっていいことだと思いますよ。まあ良かったですね、うん、ちょっとね、うん、ああ良かったなって思った。それとあと七耳さん、ブヒケンさんがクーちゃんの散歩行ってるあのナンパ線があるところってよく行ってましたよなんて書いてあるんだけど、でこの前の通りも通ったことがあるみたいな書いてある。でチラッと桃園町っていう住所のあれが見えたんだけど、近所ですよって書いてあるんですよ。七耳さん近所なんだ。いや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 、ほいで、ね、よくその海浜公園にも昔とか行ってたらしいから、まあ、春先になって暖かくなったらね、ワンちゃん連れてまたね、もし会えたらよかった、あいいななんて書いてくださってるんですけどね、うん、いいですね、会ってみたいですね。っていうか七耳さん近所だったら遊んできてよ、別にね、普通に入ってきて構わないんで、まあ、この汚らしいところでよければさ、うん、ね、でもよかったですね。まあ視聴者の皆さんもね、遊びに来たいという方はね、もう遠慮なさらずに、来ていただけるとね、私も嬉しいです、うん、だって最近誰も来ないんだもん。昨日じゃない、一昨日もさ、日曜日作業しててさ、外見ながらさ、あ今日も誰も来なかったなって思いながらもうね、ファミリーたちも来ないのよ。時々来てくれるけどさ、あんなに入れ替わり立ち替わりいろんな人が来てたのに、なんだろう、まあ、コロナがあるからね、コロナもあるだろうしさ、しょうがないですけど、皆さんね、暇だったらね、私寂しいのでね、遊び来てくれる方がいたら嬉しいので、うん、何もおもてなしはできないですけどね、コーヒーの一杯ぐらいはおごりますんでそんな感じで皆さんね、本日もね、最後までご視聴していただけるとね、ありがたいのでね、今日も頑張っていきたいと思います。それでは、はい、それでは、ちょっと、あ、どいてくんちゃう。どいて、はい。あ、君やら、はい。うん、どいてな。お部屋入ってない、寒いだろ。ではですね、このデフをまたぐところをちょっと作っていくんですけど、もうね、現物合わせで、こう、ちょっとクイちゃんどきなさい。クイちゃんどきなさい。現物合わせで、こう、クイちゃんどきなさい。クイちゃん。うん、分かった。後で遊んであげようか。ね、分かったよ。はい。現物合わせでこういうちっちゃいやつを、こう、角度つけてちょっと曲げてって、もう、ね、合わせるしかないので、ちょっとそれでやっていきます。なんだクーちゃん、甘えんぼちん、うん、国やろう、どいててくれるかクーちゃん、兄ちゃんお仕事中なの、はい、後で遊んであげる。よし、ちょっとね、腰が痛いんだけど、頑張ろう。とね、もう本当に現物合わせで目剣で行くしかないので、よし、ちょっとこいつがここだよな、この位置だよな。もう一回今ちょっと打ち込んでみました。ああ腰が痛いよ。ああこれじゃ抜けなくなっちゃうか。よし、では一点だけちょっと点付けして、こっちとこっちの面をすり合わせて、差し込むような感じではなくて、つらつらでつくようにしてきてあるので、何言ってるか分かんないよねちょっとこれでまた細かい角度を見ます。ここまでだから一回ちょっと止めよう。
はい、バッチリですね。バッチリです。うん。よし。では、こう分かる角度がちょっとついたの。いや、こういうとこもさ、本当に、まあ反対側が多分そうなると思うけど、本当にこれぐらいで切り刻んでいくかもしれない。ちょっと分かんないけどね、まだ。簡単な方からやっていってます。さてと、一発で決まってくれるといいな。なかなか、なかなか一発で決まらないよ。はい、それではこの印をしたところで、フランジをくっつけてあげます。何回も言うけどね、若干の違いは絶対に出ちゃうんで、うん、でもまあそこまで空間があればまあ少々違ってもね大丈夫だと思うしね。すごいシビアなやつとかもあんのよね。はい、終わりました。いい感じです。フランジの外ではなく中で溶接半自動でやっております。ただここは斜めにつくんで、ここだけはどうしてもちょっと外へ出ちゃった。まあ削っちゃえばねいいことなんでね、サクッとこの出てるところだけ削ってあげて、うん、で合わせていきます。いい感じだ。うん、よし。ね、さっきの視聴者様の話じゃないけど、なんだっけ、EX とワイライトさん、自分でマフラー作ったことはあるから大変さが分かりますって。なんだっけ、フランジの下からマフラー作って12時間もかかっちゃいましたって書いてあったんだけど、いやいやいや、12時間でマフラーできるってすごいことですよ。そんな早く俺できねえもん。わかんないけどね、他の人が何時間でフランジから一番後ろまで作るのかさ、形の複雑さとかもあるだろうけどさ、いやいや12時間じゃ作れませんよマフラーなんか。視聴者さんがそうやって書いてあるから、部費検さんだったら5時間ぐらいだろうなんて思わないでくださいね。全然12時間のね3倍ぐらいかかりますよ。でさっきも言ったように形にもよるんだけど、だいたいね俺10日ぐらいかかる、いつもマフラーとかね、本当にフルで作るってなるとね、こういう風にさ やったりとか、何も考えずに本当に後ろまでズボンってまっすぐ出していいよって言われたら、それは早いですよね。それは数時間で終わりますけど、本当にちゃんと作れって言われつか、ちゃんと作んなきゃなんないじゃんね、うん、そうするとね、そんな短い時間じゃとてもとても私はできませんよ。一部さ、熟練の職人さんたちとか本当にマフラーだけやってるような人たちだったら早いのかもしれないけどね。いやだから EX さん、さっきも言ったけどすごいと思いますよ。それではここへくっつけていい感じかどうか見ましょう。で、前にも言ってたんですけど、結局こことさ、ここでフランジがつくじゃんね。でここ地面ね、ここの馬のここが地面、これが今地面に降りてるって考えるじゃんね。でこことここにフランジがついてるんで、そこを外せばジャッキアップせんでも、この車ぐらいの車高の高さだったらね、だったらここだけスポッて抜けるようにしたいって言ってたのがここです。じゃあちょっとやってみましょうね。まあ、ちょっとねコツはいるかもしれないけど、よいしょ。ほらほらね、この地面より下にいかんでも抜けるんで、これでこれをねいつもねやりたいのよ、やりたいのよって、こうしたいのよ。本当にクソジャッキアップしねえと抜けねえようなマフラーバカいっぱいあるからさ、うん、ちょっと待ってつけるね。はい、いい感じで、はい、全てがちゃんとバッチリ避けながらいいところに来てます。はい、こんにちは。はい、はい、いい感じで全てを避けてここへ来てくれましたね。はい、でここから外へ出して後ろへ持ってくってやります。オーナー様がねそうしてほしいということなので。
で、またここでちょっとフラ…待てよ。こっからね、ちょっとこっちへ出すんですよ、こう。で、このフレームのちょっと外側で後ろまで持ってくんだけど、どうすっかな。ここでフランジにするじゃないと取れないもんね。おそらくね、ここまで伸ばしてここでフランジにすると多分取れないんですよ。だけど一番リアエンドのこうやって、あ、そうか、出口はこれでステンでやってほしいっつってたっけな。まあいいよ、とにかくここはフランジそうだね、やっぱここでフランジにしてあげて、ステンのやつがまっすぐ行ってそこへ、多分80度ぐらいの角度でこう、ちょっとここまでねつけてないけど、80度ぐらいの角度のやつとストレートのやつでやればうまい感じでいくんじゃないかなとは思うけど、仮でちょっと置いてみましたが、まああそこのラインからこう切ってこうなるね。もう気持ち後ろがちょっと上の方がいいような気もするけど、そうだね、このぐらいの高さがいいんじゃないだか、うん、で、バンパーのこの辺で切っといてもらいたいということですね。うん、だからこっからここへつなげてやればいいんだけど、見てくれると、もしこの高さでエンド部分を作るとなると、この部分がちょっと低いんですよね。うん、なんで向こうをぶった切って縮めて作ってあげるっていう感じで、もフランジはここよりこっちには来ないぐらいでやらないとつかなくなっちゃうと。よいしょ、今ちょっとね、これ80度だったと思うんだけど、違ってかな、まあ、軽くねちょっと見てきたいだけなんで、60倍のステン、これがね。でもね、こいつとこのエンド部分をつなげるのはどうとでもなるんだけど、でくっつけていいだけなんだね。ここへ今度はこれがこういう風につくようにしなきゃなんないんで、この角度か、結構な角度まで作んないとダメだな。これ、ああ、まあちょっと待って、痛い、ああすいません、痛みから立ち上がりました。ああ、痛かったな。ちょうどねすねの上に落ちてきたもんでね、おそらくねここバンパーの一番後ろがここなんで、ちょっと待って、あ、個人的にはこのぐらい出てた方が好きだけどねあんまり出すぎちゃダメだと思うんだよね。ちょっと待って、寸法測ろう。あ、あお、はい、ではパイプステン、出口はステンでやりたいというので、よいしょ、500のところで落として、これと接合してあげて、ここまで1本のやつを作ります。で、ステンのフランジ、うん、よし、 OK で、これここが外側になるんですよ、一番外側こうね。でここが見えちゃうので、接合箇所が綺麗にはやったつもりでいるんだけどね。でもね、さっきも言ったように、これ全部友付けでうまくいってくれりゃねいいんだけど、ちょっとね最初穴開いちゃったもんで埋めるために棒をくれたんですけど、まあこのぐらいだったらねちょっといいと思うので、一応磨いてみます。あのこういう感じになるまでね。はい、ちょっと磨いてきました。ここが一番外側、うん、ここまでねある程度ピカピカしてれば、まあこうくっついた時に、うん、
んじゃない？ちょっと待って、まだ完璧なあれが済んでないけど、うん、いいでしょ、このぐらいだったら。一応下側の見えないところは磨いてないけどね目に入るところだけね、ちょっと。よし、この辺ももうちょっとこっちも磨いといてあげようかね。まあこんな感じでここにフランジがこう入るとね。という感じでちょっとくーちゃん散歩に行ってきます。こんな感じ。